アグネス・デイ・コール・ミルアグネス・デイ・コール・ミルはアメリカ合衆国の舞踊家、振付師、映画監督セシル・ビー・デ・ミルの名にあたる、ニューヨークに生まれカリフォルニア大学に学ぶ、1928年にニューヨークでデビュー、翌1929年には古いメロドラマに基づくミュージカルザ・ブラック・クルックの振付を行った、1933年に投影してマリー・ランバートに学び、 彼女のバレエ団で踊る。その後、アメリカンバレエシアターやバレエリュスド・モンテカルロのために振り付けを行う。1943年には、西部の牧場をテーマにしたバレエリュスド・モンテカルロのバレエ、ロデオにおいて、振り付け並びに主演を担当。同年、同じく西部のカウボーイをテーマにしたブロードウェイミュージカル、オクラホマでも振り付けを担当した。その後、 ブロードウェイでは1945年の回転木馬の振り付けなどを担当した。1992年にはアメリカの舞踏家マーサ・グレアムを称えたマーサ、マーサ・グレアムの生涯と作品を表した。ありがとうございます。